イギリス産業革命と紅茶文化第2回は、紅茶を普及させたティードリンキングクイーンでは、イギリスにおける紅茶の普及について見ていきます。イギリス人にとって特別な存在である紅茶がどのようにして普及したかを見ていきますが、その前に、予備知識として簡単に 茶の種類についてて触れておきます。まず茶葉は主に中国酒とインド酒アッサム酒に分かれます。中国酒は葉が小さく葉先は尖らず丸みを帯びていて繊細な香りで緑茶向きなのに対してインド酒は中国酒の約2倍の大きさで葉先がツンと尖っていて 香りが高く、味も濃厚に出ます。紅茶に向くのはインド酒で、熱帯地方ならではの強い日光をたっぷり浴びて、紅茶特有の渋みをもたらすタンニンを生成します。もちろん、中国酒からも紅茶用の茶葉は作られますが、ちなみにインド酒が発見されたのは1823年のことです。 また、摘み取った茶葉をどれくらい発酵させるかによっても分かれます。不完全発酵茶は、揉んだ後の茶葉を蒸したり、いったりして発酵を防ぎ、もともとの緑色に近い色合いで仕上げるもので、日本茶がこれに当たります。ウーロン茶などの半発酵茶は、発酵途中でストップさせます。 つまり少しだけ発酵させた状態で、色は茶色っぽい茶葉になります。そして十分に発酵させたのが完全発酵茶で、紅茶がこれに分類されます。出来上がりの茶葉は半発酵茶よりもずっと深い茶色を帯それによって紅茶ならではの美しい水色と心地よい香り渋みが生み出されます。 ではイギリスにおける紅茶の普及について見ていきます。ヨーロッパで初めて茶について知ったのはイギリスではありません。16世紀イタリアのベネツィアの商人です。当時ベネツィアは東洋と西洋を結ぶ貿易の重要な中継地で最も国際的な都市でありそこに 絹や香料などと一緒に茶がもたたらされたようですもちろん実際に茶を東洋からベネツィアに運んだのはペルシアの商人でしたがこの茶が緑茶か紅茶のいずれであったかは不明ですそして中国の茶とその来産を初めて記述したのもやはりベネツィア人ジョヴンニ・バッティスタ・ラムージオ という人物です彼は1559年刊行の航海期の中にペルシャ人のハジ・マホメッドという商人から聞き出した中国の茶の話を記しています。中国では至る所で木の葉を利用しているこの木の葉は中国では茶と呼ばれその木は四川省と呼ばれる地方に生えている。 この葉っぱは日常に用いられ国中で大変重宝されているその葉は乾燥した新鮮なものが摘まれそれを湯に入れてよく沸騰させるこのように煎じたものを空腹時にコップに12杯飲むと熱頭痛胃痛関節痛などに効果があるそしてこれは熱いうちに飲まなければならない。 その後、茶の情報は、主にポルトガルの宣教師によってヨーロッパにもたらされます。インドのゴアに拠点を築いたポルトガルは、中国にまで足を伸ばし、1513年にはマカオ、1543年には日本の種子島に達します。西洋人として最も早く茶を味わい、またそれを本国に知らせた最初の人たちも、ポルトガルの宣教師たちでした。しかし、イタリアでも、 その後に茶を手にしたポルトガルでも彼らの主な関心は香辛料などにあったので茶についての関心は薄く主たる交易品にはなりませんでした実際に茶を買い付け普及させたのは皇族のオランダ人たちだったのですオランダは1602年に東インド会社を設立し1609年日本の平戸に商館を開きます そして1610年にオランダ東インド会社の船が平戸から日本の緑茶を持ち帰りこれがオランダでの流行の端緒になったとされていますそして1690年にはオランダはジャワに茶園を開き中国よりも近くから容易に茶を本国に持ち込めるようになりましたその結果庶民にも茶が広まりヨーロッパで最初の 茶が広く飲まれる国となるのですこれは復元された平戸オランダ商館倉庫平戸商館はオランダの東アジアにおける貿易拠点でしたではイギリスでの茶の普及はどのようになされたのでしょうかまず王公貴族の間でもてはやされるのですがそれは宮廷から始まりました そしてそこには4人のティードリンキングクイーン、お茶好き王妃が深く関わっています。最初はキャサリン・オブ・ブラガンザ。1662年にチャールズ2世のもとへついてきたポルトガルのブラガンザ王家のキャサリン王女です。キャサリンが持参金としてもたらしたのは 彼女自身が飲むための大量の茶と7隻の船に満載した砂糖でしたヨーロッパでは砂糖きびが栽培できないので砂糖は銀と同等の貴重品でしたがポルトガルは植民地のブラジルで砂糖きびを栽培させて砂糖を入手していました夫チャールズ2世は名うての浮気者で妻への気配りはなくその寂しさを紛らわすために キャサリンは母国から持ち込んだ茶を一日に何度も飲みましたまたキャサリンはお茶を貴婦人たちにも振る舞ったので王妃から頂く茶は有名になり貴族上流階級の間で喫茶の習慣が広がっていきましたそしてもう一つポルトガルがイギリスに送ったのがインドの植民地ボンベイです。これがやがやて イギリス東インド会社の本拠地となりまたインドで茶の生産が行われるようになるのです次がジェームズ2世の王妃メアリーオブ・モデナロンドンの宮廷にはキャサリン・オブ・ブラガンザの影響で既に宮廷喫茶の習慣が定着していましたがその作法はキャサリン妃が故郷で身につけたポルトガル式でした。 それに対してオランダの宮廷ハーグで花嫁修行したメアリーヒは流行の最先端ハーグ仕込みの最新の喫茶マナーを英国宮廷に紹介しますそれはやかんで煮出した緑茶をティーボールに移しさらに受け皿に移して飲むというスタイルでした熱いものを飲みつけない西洋の人々にとって熱湯で入れる茶はとても飲みにくく 受け皿に移したのは、冷ますための工夫だろうと言われています。流行に常に敏感だったメアリー王妃は、1680年代にフランスで流行った茶にミルクを入れるミルクティーも率先して取り入れ、宮廷に広めました。ミルクティーが普及した理由は様々に言われています。当時、茶はまだまだ高価な品だったので、貴重な茶液の量を増やすため、 温度を下げて飲みやすくするため茶の渋みを緩和するため薬の効果はとても強いとされていたのでミルクでその効果を緩和するためなどなどです受け皿に移して飲むスタイルを絵画で見てみましょう貴族もメイドもこのスタイルで飲んでいますロシアにも、 受け皿で飲むスタイルが伝わりましたこれもそうです冷ましながら飲む様子がよくわかります次はメアリー二世名誉革命で追放されたジェームズ二世の娘ですそして名誉革命で夫ウィリアム三世とともに即位しましたメアリー二世は幼くして いととこのオレンジ公ウィリアム3世と結婚そのためハーグの宮廷生活を経験し茶のたしなみ方を完璧に身につけていました磁器の収集が趣味だった彼女はまだ珍しかった東洋の磁器をたくさんイギリスに持ち帰りましたその影響で東洋の品々をコレクションにしたり楽しんだりすることが上流階級の間で流行 そのような趣味はシノわズリ、中国趣味と呼ばれましたまたメアリー二世が即位した1689年イギリス東インド会社は中国アモイで念願の茶の直接貿易を実現させますこれにより茶の輸入量は格段に増えさらに価格も安定していきましたまたメアリー二世の時代に 半発酵茶、ボヒーチャが普及します。ここは、世界遺産にも登録されている中国福建省にあるブイサです。強烈にスモーキーな紅茶、ラプサンスーチョンの産地として知られていますが、メアリー二世の時代、このブイサで新しい発見がありました。緑茶とは別の製造方法による茶が生まれたのです。 当時、福建省の港から茶を輸入していたイギリス東インド会社は、半発酵茶の存在を知ると、直ちに輸入に取り掛かります。ブイが鉛、ボヒと呼ばれた当時の半発酵茶は、当初輸入量も少なかったため、新しく珍しい茶として注目を集めます。そして18世紀後半には輸入量で、 緑茶を超えるようになりますでは4人目のティードリンキングクイーンアン・ジョーについてアン・ジョーはウィンザー城の応接間に茶室を設けるほどのお茶好きで一日に何度もお茶を飲みましたまたボヒーチャーが入ってくるとそれにミルクと砂糖をたっぷり入れて飲みましたこうしてアン・ジョーの時代に茶は 宮廷の確固たる飲み物になったのです。また安城の時代、新たな茶道具ティーポットが普及します。安城はとても社交的で、宮廷では連日夜中までパーティーが開かれていました。中国製の小さな急須では大勢の来客に対応できません。そのため安城王は純銀で大ぶりのポットを作ることを命じます。 当時はまだイギリス国内で磁器が生産できなかったため純銀を素材にしたのですアン女王が愛していたフルーツ高価な洋梨をモチーフにイギリスで作られた銀のポットはクイーン・アン様式と呼ばれるようになりましたところでこれは何でしょうかティーキャディー茶の保存容器です ここをご覧ください。鍵穴がついています。当時、茶も砂糖も高価で、それらを保管するティーキャディは必ず施錠され、その鍵は女主人が肌に離さず管理していたそうです。また、ティーキャディはオーダーメイドが普通で、まさにステータスシンボルだったのです。